皆さんこんにちは笛吹きの独り言第7回でございますそれではよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は何の話をしましょう笛の話 <laughs> それしかないなんか瀬戸さんからクレームじゃないけど <laughs> 言われたよ笛の話もしてくださいとかね笛の話はしないんですか、ね、<laughs> いややってもえいんやけど本に書いてるやん いや、まあ、笛吹きの独り言なんで、みんな笛のこと言うんかなって思われるんだと思いますよ。笛が喋るんちゃうし、当たり前やけど。<laughs> 笛吹きという人が喋る独り言やから、別に独り言笛の話じゃなくてもいいじゃないですか。そうやったら、もう人間が喋るでいいんじゃないんですか。<laughs> いやいや、喋りますよ。喋るんやけど、はい、な、何を喋ったらいいんですかね。うん皆さんが聞きたいのは、やっぱり、その笛を吹く時の。 秘訣であるとか、いい音にするための。とか声で言うというじゃないですか。何を。壺。壺凍ってくださいって。忘れてた。忘れてないですよ。何回も見返して、あ、もう聞き返してくださいね。壺凍ってくいたいんですけどね。あの謎の壺。まあ、それは、あの、大前提として。やはり、気合ですね。気合。気合ですよ。上。はい。気合しかないじゃないですか。生きていくためには。なんとか。 濱口さんみたいになってますけど誰それ知り合いに何人か濱口さんって言いますけど、まあ、気合いですよ笛はそれだけですかどういうんですかねまあ気合いが入ってる人で笛が吹けてない人っていないと思うんですよね、うんうん、どう思いますうちの生徒さん見ててね笛吹けてない人って気合い入ってないでしょ いやでもどっちだろうなんか力みすぎて出てない人もいる。そ,い <laughs> そこを克服するのも気合なんです。分かります。気合っていうのは分かりますよ。力だけじゃないんですよ。それを頭を使って克服するのも気合ですようん。なんかそれを言っちゃうと皆さん混乱して何が気合なのかが分からなくなってくる、うん。そこを理解するのも気合 <laughs> <laughs> もう無理や。あわなこと言ってばちゃいますよ。でね、まあ秘訣ね。はい。はいな ちょっと言いますんでいいことをいくつかいいことってハードル上げてますけどしっかりと聞き逃さないようにメモメモね、はい、いいですか皆さん今からメモ取りに行ってくださいよ <laughs>、はい、取りに行く時間を延ばさなくていいんですなんでも待っときますよえ大丈夫ですか <laughs> 止めたらいいんですよそんな身も蓋もないこと言いただきません <laughs> そんなね止めたらいい何したらいいそれがあかんのです笛はね排水の陣 ああそれはなんかで分かる気がします本番の排水の陣、はい、練習でも排水の陣ね、うん、これここまで吹き切るとか間違ってもまあ間違うっていうのは指が勝手に動くやんかしらないでしょ僕が次こうん、やった指にデコピンしとったんですよ指にデコがないからデコピンではいい,やまあいいんですけども、はい、いくつかその生徒さんにねよく聞かれる質問みたいな、はい、質問というか嘆きというか まあ僕の中では質問でもなんでもなくってねうん、うん、何がほなことと思うんですけれども、はい、そのうちの一番多いのが息が足りないんですけどどうしたらいいですかってねああよくありますよね、うん、いや息が足りないんですけどどうしたらいいんですかって喋れてるじゃないですかって言うんですようん確かに でしょ息が足りないんですけどどうしたらいいんですかという一言で笛一行分ぐらいあるんじゃないですか、はい、実はそれぐらいの息で笛は吹けますもんねそう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 だからいつも言うのは住所と電話番号とお名前と、はいはい、まあ言いたくなかった年齢はいいんですけども <laughs> 続けて一息で言ってくださいって言うんですよ、はい、言えない人に出会ったことはないですうん言えないんやったら病院行った方がいいですようーん <laughs> <laughs> ょちょっと病院かどうかしなくけど家で寝とった方がいいですよ <laughs> 薬飲んで、うん、水飲んでね、はい、ちゃんとだから何が言いたいかというと適切な息遣いができていないので息が足らないような雰囲気になっちゃってるってことなんですよねんなんかよくね「ね肺活量増やした方がいいんですか?」とか「うん、私肺活量少ないんで笛向いてないですかね?うん」っていうのはそういう気持ちを持つということが笛に向いてないわ。<laughs> でしょ気合が足り。<laughs> また気合,い気合いですよ。はい、そこで気持ちをわかるんやけど。うんうん、いや、ごめん、わかれへん、すみません、嘘言いました。<laughs> <laughs> ひどい。わかれへんよ、そんなんね。いや、もう本当に。 日本散歩歩いてしんどいんやったらねそれはどないかせなあかんけども普通に駅まで歩けるとかね、はい、近所のスーパーまでチャリンコで行けるっていう排活量があれば笛は大丈夫ですよねそれよりも量といいうよよりもその適切な息遣いな息んですよ例えば10というだけ息の量があったとして、うん、それをボンって10使ってもとそれはなくなるということですね。 ところが我々は一言しゃべるために、息継ぎから息継ぎまでの間を一行とすれば、そこまでしゃべるのに、うまいこと息をね、クッと止めたり、ガッと出したりとか、言葉によって、ああやったらあ,あ、いいやったらいい、ああの次にい、e、いが来るのか、あるいはああの次にえが来るのかによって、響かす位置とかね、音、息の量、微妙な量、を微調整しながらずーっとしゃべってるわけなんですよ。 これ小さい頃からずっとやってるから自然にできるんでね頭で考えなくてもできるそうそうそう,う、ね、だから息は続くんですけども笛も実は似たようなものがあって穴がいっぱい空いててね、はい、指の押さえ方によって番号がついてるじゃないですか六、はい、とか五とかね、はい、運指ごとに指の番号ごとに押さえてる穴の数が違うんで、はい、歌口でね、はい、息を 当てるところから、はい、まあ息が抜け,ていくわけ、ね、管の中をね、はい、管の中をその抜けるこう抜け具合が違ってくるわけなんですがだからそれを同じようにずっと吹きながら響かし方が一緒で指だけ変えていったら当然溢れてきますよね抜けが悪くなるとかまあ逆の場合もあるんですけど、はい、ですから声と一緒つまり喋ゃべる時と一緒で指使いによって運指によって息遣いを 微調整していくと無駄な息はなくって最後まで保てますよということなんですよね。イメージで言うと棒読みでずっと喋り続けるっていうのはしんどいど。そうなんですよ。しんどいんですけど、いやもうこれも言わず <laughs> 棒読み、そうそう棒読みでもないんかな。あの棒,棒読みと多分似てるんかなと思いますけど、これ今普通に喋ってますけど、うんうん、その中でもやっぱり緩急はついてるんですよね。うん、そうですね。はいはい。はい、それで。 息遣いが楽になるというか、はい、余裕を持って喋れてるずっと一本同じ強さで喋るよりも緩急があることで喋りやすくなってるんですけどそうなんですよねだからそれと同じような形でまずはですね、うん、細かいねテクニック技術的なところは置いておいて、はい、まず大前提として皆さん息は十分に持ってますというところ、はい、自分は大丈夫なんだと <laughs> うん、うん、こんだけ十分な酸素ボンベがあれば水の中のねこの洞窟を抜けることができる <laughs> っていうこうこ気持ちですよね、はい、足りへんことはないと。うん、ということとしんどいとかね息が足りないと思った時は息の量ではなくってその使い方が悪いんだというところ、うん、まずそこまでを、はい、なんかあの洗脳されてください。<laughs> <laughs> はい、まずとはいっても続かないわけですよ。うんうん ほんならどうしようかっていうのはテクニックの問題になってくるんですけど、はい、テクニックというかまあ基本ね、はい、どうやったら笛の音が響くんかとかそういう話になってくるんですけどもまずはその大前提ですね息が続かないいってそこはまあ安心してくださいって言い方おかしいですけども、はい、そのことを考えずに頑張って走り込みしたりとかねうん、うん、あるいはなんか息止める練習とかそんなことやる人おれへんか <laughs>。<laughs> 息ってあれね。吸うのも大切やけども、吐くのも大切両方大切なんですよね。はい、うまいこと吐いていってうまいこと吸っていかないと本当にどういうんですか？<laughs> は,いはい。はい、単にその楽器の音鳴る鳴らないだけ考えると本当にこう。生命を維持するための。この空気の量が足りなくなってくるでしょ。と <laughs> か。あ、は、れ、いはい、吹いてる間は？ あれですすねねなない,っていう状態にりますもん過呼吸って空気入れすぎてしんどい場合もあるでしょ、はいはい、そんなこと本物になってくるんでねんから、まあ、まあそこまでいくとあれなんですけども、まあ、まずはですね息が足りないということはない、はいいととうこはあるとすれば無駄な息がどこかにこう散乱しているというところをですね大前提に考えてもらえれば。 あとは笛を吹く前に息止めてる人が多いえどういうこと笛を口元に当てる時に息詰めて口元に当てて、うん、そっからうんうんってやってでちょっと吸って吹くみたいな人が多いんですよあそれやってるとねそこまでの時間 呼吸してないこと多分なんから二酸化炭素が体の中に回ってる時間が長いのと、うん、吐かずにそこからまた足して吸ってるんで、うん、まあ二酸化炭素で胸がいっぱいになってる状態で、はい、さらに継ぎ足ししても多分許容量があるんで吹けないっていう人もいらっしゃるような感じがします。 笛を吹く前っていうのはそこ、ねはいはい、から口元に当てるまでに時間がありますけども、はい、そこは曲にもよりますけども、まあ、じっくりと落ち着いてやった方が、まあ、格好もつくし自分の心も落ち着くことが多いんですけども、はい、その時に花も使いながらね、はい、もう口も軽く開けながら息を吸うというよりもスって吐いてスって吐いてって何回か。 やった方がいいんですよ確実に息そこで吐き吐き切ってくださいねっていうかはい、はい、吐いてくださいねっていうのはよく言うんですけど、うん、割とと止まっててるる人が多いです見だからその次指ねどの指でいけばいいんかなとかあるいは1音目出るかなとか考えるとなんか呼吸止まっっちゃて <laughs> あと口元ね皆さんよく気にしはるのは上をどこに当てようかとか口がちゃんとできてるかなみたいな感じで、うん、すごい考えながらもう。 眉間にしを寄せながら、うん、当てている人が多いんですけどその間息止ままっていいる人がが多い、ね、ような感じがします、うんまあ、口でねあの説明することはなかなか難しくていろいろと解決しなければならないことがいっぱいあるんですけども、はい、まずは呼吸ですね、まあ一言で言うと息遣いですね息遣いを大切にするとでそのためにはどうしたらいいかということをまずは考えていただければいいんじゃないかなと思いますけども。うんうん ということで本日のまとめとしましては「笛は息遣いと」「気合だ」<laughs> やっぱりそこは重要ですか。必要不可欠です。<laughs> まあ気合がないと吹けませんからね。はい、皆さん、はい、これを聞き終わったらすぐに気合を入れて勉強してください。<laughs> 勉強、ね、いろんな意味で。は <laughs> かりました、はいはい。ではありがとうございました。